お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、こちらね、ボーラーバルーン使っていきたいなと思います。というわけで、ボーラーがね、皆さん、こう、リワークとかも調整が入って強くなったのか、弱くなったのか、どうなのっていうのがちょっと気になってるところだと思うんですけども、まあ、個人的にですね、僕の意見としては、まあ、明らかに強化なのではないかなと、思っています。で、調整ね、これですね。ターゲット認識距離、ユニットを見つけて、投げるまでの距離が、まあ、短くなったよ。けど、投げた石ころはめっちゃ飛ぶよっていうような、調整ですね。まあ、例えるであれば、この人、まあ、シュートを打てば 100% 入るよと。まあ、サッカー選手ね。めっちゃさ、100% ぐらい入るんだけど、なかなかこうやってシュート打たんねん。みたいな感じね。そんな感じです。なのかわかんないけど。まあ、そんな感じで、まあ、それだけだと、一応微妙じゃねってなるんですけど、僕のね、この例えだと。まあ、なんですけども、こう、思ってる以上に石が転がって、こう、アウトローのガールだったり、ボーイに転がした石がガールに今まで当たったり当たんなかったりだったんですけど、100% ぐらいで当たります。そして、あとはジャイの後ろのマスケ、エレキや、こう、ナイトの後ろの、まあ、マスケットだったり、エレキとか、そういう縦の後ろのユニットに対して、結構当たりますね。なんか、そこ届くのっていうような感じで、思ってる以上に転がります。なので、今までよりボーラー置く位置とかを結構ね、気をつける必要が、まあ、あるのかなと思います。まあ、置く位置次第では、すごい活躍をね、してくれるユニットかなと思います。で、まあ、それで、まあ、トントンぐらいで、まあ、ヒットポイントプラス 8% があることによって、ちゃんとしたね、まあ、強化と言えるのではないかなと。思いますというわけでやっていくんですけど、まあ、ボーラー自体元々の HP が高いじゃないですか。で、高い上で、さらにそこの 8% なので、結構大きなね、HP なのかなと思うんですけど、まあ、使ってて、いや、ボーラー 8% HP すげえ、でけえな、というふうなのは、あんま感じないですね。そう、感じないです。まあ、射程の方が結構気になる感じが、まあ、あるんですけど、おぉ、めっちゃ持ってくるやんけ、外野。まあちょっとそこが気になっちゃうんですけども、というわけで、このデッキ1枚が重たいので、1枚1枚が。基本的に1枚出した瞬間に逆サイド来られると、すごいカウンターされちゃうんですよね。なので、まあ基本的には出さないように立ち回るのがね、正解かなと思います。あと1分間暇するのもちょっとなんなんでね、僕はビビドラをね、生贄にね、捧げましたと。いうわけで、相手はスケブとスケドラ、ゴレかな?なんかゴレ、よくありますよね。ゴレしか思いつかない、逆に。か、スパーキーとかですかね。まあ、そんな感じ。相手が待ってきてるので、重量級かな、というところですね、と。まあ、いうわけですね。なので、ボーラーは結構大事ですね。思って、あと、マジアチャだ。そう、言ったっけ?さっき。言ってなかったよね、多分。なんか、こう、U のプラスマジアチャとか来た時に、こう、U なんで、こう、受けるじゃないですか。で、後ろにマジアチャいても、マジアチャに対しては絶対届かなかったんですよ。まあ、めっちゃ近くあったらあれですけど、なんですけど、普通にこの辺でボーラーを受けて、橋にマジアチャとかいて、ボーラーをこう攻撃してくるじゃないですか。それでも、石当たります。マジアチャに対して、なんだろう、ユニットで一番最大距離のマジアチャでも、石が当たります。だからそれが個人的にすごい大きなね、こう修正だったのかなと思っても、そうです。マジアチャに対して届くっていうのは、結構でかいんじゃないかなと、も思いますね、というところでね。ということは、まあ、吹き矢とかにも、前まで当たったっけ?最大距離吹き矢の。もうちょっと覚えてないですけど。まあ、そんなわけでね、こっからですね、と。まあ、後半入ったので、なんですけど、相手がユニット出してくれないですね。ボーラーですらあんま出したくないんですけど、個人的に。まあ、端前ランバーバルーンぐらいなら、正直してもいいところ。端前ランバーバルーンして、フリーズして、もう延長入った瞬間のワンパンゲーミングをする説は、結構ありますけどね。どうする?ボーラー出しちゃう?ボーラー出してからの、これ、8枚ゴールとかもワンチャンないのかな?残り30秒ですからね。まあ、何があるかわかんない。おー、ランバー、さ、インドレで守る。オッケーオッケー。これはね、さ、両サイカウンターの構えですよ。これもランバーバルーンいっちゃいます。で、バルキリーバルーン、バルキリーランバー。おー、これフリーズするんですけども、ランバー、やれ!さ、相手も、あれですね。同じようなデッキ立ってましたね。さあ、ボーラーがいるのかはすごいわかんないですけど。いや、一発、押し込む。で、相手、これ、バルーンだと思うんですけどね、個人的には。普通に考えたらバルーンですよね。普通だったら。まだわかんないですね。まだわかんない。で、一応、後ろから行ってくんで、ファルチを裂いたら、
逆サイランババルーン止まんないんじゃないかと思いながらやったら対空がスケドラもいない、トルネか、トルネでなんかいい感じにされそうですね。なのでユニット追加します。でランバー、いやベビー頑張れ、ベビドラ頑張れ、ワンチャンインドラのフリーズを狙いつつ、あ逆サイ出した、いやこれ来ましたね、これ多分間に合わないんじゃない、さあ来ましたねというところで、これバルーンね、こうやっぱバルーンに意識がいくんですけど、こういった瞬間のインドラですね、なんかインドラフリーズでタワー折れることって結構ありますね、多々あります。なんか両サイ特にこう試合してると、まあ同サイドでもなんですけど、ランバーのレイジのレイジインドラでタワーをね焼き尽くすのは結構あるあるなんでね、こう大事にしていいかなと思います。というわけで、うーん、ホグですね、トルネがないのがちょっと辛いですが、もう一発、もう二発入るとちょっとやばい、うーん入るんかいって感じではありますが、さあまあ、うおー、ファルチバルーンですね。いや、一回飛ばすんですけど、キング起動されるかな、トルネ、あ、キング起動されますね、これ。ただただキング起動されますね。まあまあまあ。ほら、ボーラーが結構タワーにこれ、ダメージ与えてるんですよね。いや、俺、左サイドどうでもいいんですけどね。左サイドどうでもいいのに、めっちゃ削れる。さあ、で、これはファルチ受けつつ、トルネでホグを緊急ドット。よいしょ。さあ、でですね、こっからですよ。ホグファルチはね、ロケッティーヤがあるんですよ、皆さん。ロケッティーヤ。まあ、なんですけど、神フリーズを決めるのと、両サイドにしっかり振ることができれば、まあ、勝てるんじゃないか説はね、ちょっと、唱えたいですね。さあ。で、両サイドに振ります。このデッキとかだと、片方って考えちまうんですけど、両サイに振ることによって相手のあのファルチとかこうなんか遠距離系をねどっちかに振ることができるんですね。まあそうしたらそうしたでこうベビドラとか今ベビ流したら結構きついじゃないですか。まあバルキリーで受けれるんですけど、なんならバルキリーでしか受けれないみたいな、ここはちょっとあえて許容してカウンターにつなげたいと思います。でランバーとバルーンの距離が離れると相手もロケットで巻き込みにくいんですよね。ライトニングかーい、お前、あ、でもこれ、待って、レイジによって、タワーが殴るな。殴るー。さあ、いてと、痛いですね。さあ、ベビで、まあ、処理して、で、まあ、次のホグには、トルネ、あれ、トルネがありますね、と。で、ライトニングだったので、なんならもう、ボーラー出していいかな。ボーラー出しちゃいます。で、ここはトルネで、いや、ボーラー邪魔するな。あ、待って、やべ、遅れた。うわ、最悪。で、ここでさ、インドラ逆サイですね。両方狙っていきます。で、なんならファルチ出したので、で、ここちょっと遅れて、ライトニングで巻き込みにくいように遅れてユニットとします。で、ワンチャン、いや、これライトだけで終わるかな。ユニット3体。いや、でもよく頑張った。完封、よし、やるぞ、前でありますね。逆に相手がライトニング防衛で使った後なので、僕としては、今一回ユニットで守るターン。守れるな。ファルチ使った、ライトニング。で、トルネが絶対来るので、フリーズ打たないでいこう。やべ、トルネ。やべ、このトルネやべ、怖い。オッケー、一回処理でしょ。いや、怖え、これ。相手はもうライトニング2周ですからね。スペルのダメージ下がってるので、相手としてもね、すごいむずいですよね。これフリーズやっちゃおう。おしゃれに。ライトニング?いや、来ない。いや、相手はこれむずいですよ。このもう、この攻めですら嫌ですからね。さあ、これで、ワンチャンライトニングを使わせ、使わない。使ってくれ、メンス。いや、これ来た。タルババに。え、これ終わったくないって。終わったっすよね。よいしょー!来たー!グッドゲーム。まあ、ロケットの方がワンチャン勝ちやすいのかな。え、どうあんま変わらないか。ロケットでもなんかランバーバルーンされてさ、ランバーとバルーンの間が空いてるときめっちゃいいじゃないですか。
なんかロケット撃っても両方に絶対当たらないの。わかってるけど撃たざるを得ない、あのね、悲しみ。わかりますか？なんかアイスピとかで、いい感じにね、ランバーとバルーンの間を詰めるとか、まあよくありますけど、ないとき地獄ですよね。いやー、バルーンにしか当たんないけど撃つしかないじゃんってやつですよね。さあ、というわけで、相手ごぼうりでしてきましたね。ちょっと気持ち遅めに出しちゃおう。なんか、ボーラが高いところに行きすぎちゃうのが嫌でしたね。さあ、ごぼうりだくね。え、なんだこれ。ゴレしかわかんねえ。ゴレ、スカイ。ベビー欲しいな。ベビーがあると、もう、ボーラーベビーの範囲ゲーミングなんですよ。いや、めっちゃいい取るね。さあ、まあ、だけど、おぉ、もうちょっと活躍しろって。もうちょっと活躍しろって。やべ、このベビーは、あ、でも攻め取るね、使ったので、オッケーオッケーオッケー。さあ、ごぼうりだくね。で、これは重量系に基本的に強いですね。この、ウルス系っていう、ウルバルか。ウルトラいっぱいバルーン。ウルバルとは呼ばねえな。なんか、ウルトラいっぱいのスケラをウルスケってよく呼ぶんで、呼び方がわかんないですけど、このデッキ。なんか、基本的にカウンターデッキなので、対重量級にはね、強いんじゃないかなと、思ってますよってわけなんですけど、ごぼうり、厄介厄介ですね。ごぼうり取るねで、バルーンを緊急とされるのが一番嫌ですね。まあ、施設取るね。それだけ気をつけて、まあ、ランババルーンしちゃいたいですね。オーケー。毒ブリ使ってきた。まあ、とりあえず、後ろからユニット合わせまーす。で、まあ、相手のスペルがまだわかんないんですけど、トルネしか。まあ、同サイドにランバーバルーンすごい行きたい気持ちもあるんですけど、逆サイドでもいい気がするんですね、一回。で、ごぼうりとたまたま、あ、てかごぼうりで普通に金起動されるな。いや、オッケーオッケー。オッケー。ランバー頑張れ。ランバー頑張ったら、ノーダメキング起動はなかなかこれは難しくないですか、パイセン。一発と。一発ぐらいならくれてやるよ、というところですね、相手も。で僕としては、まあ、一回森から入りたいですね。相手がね、常にちょっとエリアード取ってる状態なのでむずいです。で、スペルですね。こんなんでトルネロケットとか咲いたらもうガンないですけど、一回ここで振っちゃいます。そしたら、この間に空いたランバーバルーン防衛しないといけないので、ここのインドラで結構ゴロをね、焼き尽くすことができるぜ、ベビーというわけでね、さあさあ、ゴレは止まりますよと。まあ、その代わり逆サイドがね、すごい怖いですが、OK。自然と、このブーツのね、このブーツでカウンターにもなるよと。さあ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 。なんか全然ダメージ取ってないですね。ごぼうりが、いや、ごぼうり嫌ですね。こういう逆サイ、バルーンだけちょっとやっちゃおう。一回ちょっとコストがね、そんなないので。で、これゴレのバックはちょっと入れたくないので、トルネで耐えます。いや、あれ、待って、相手やってくれ？ちょっと待って。そんな今見ました、そんなことあるっていう。相手なんか勝手にルート強制、僕が一応ルート強制してて、相手が甘えた位置にゴブル置きましたね。で、相手の勝ち筋としてはもう端前ゴレズドンですから、端前ゴレを警戒して、えマジ言ってたやつですね。今多分レイジかかってた、いやレイジかかってたかすらわかんない、かかってないっすね。ラッキー、レイジで今折れちゃいましたね。いや、これめっちゃラッキーですね。そんなことあるっていう勝ち方したんですけど、まあまあ結構、いい感じでしたね。こう、インド合わせた時に、しっかり逆サイドね、ランババルーンとかで攻めることによって、やっぱ相手はそっちにね、防衛コストを割かないといけなくて、インドがしっかり、まあ、働いてましたよと。で、ボーラーがどんだけ働いてたかちょっと際どいですけど、まあ、そういうこともありますよね、と。まあ、いうわけで、このね、ボーラーバルーンですね。これ結構強いと思いますね。まあ、バルーンが、こう、今回、コウモリが下放されて、言っちゃえば空に対してちょっと弱くなったですね。クラロワ全体がというか、まあ、コウモリがちょっと減るのでというか、まあ、いたとしても空に対してちょっと弱くなった。そして、ボーラーが強化ですよね。で、新エイターも強化。で、この2枚は増えたら増えたで、まあ、別にいいんですけど、そうなると、空が結構やっぱ強いよね、という。こう、ボーラーも新エイターも陸には結構ね、こう特化して強いんですけど、まあ、空にはそんなね、活躍できないよ、という部分で、そうなった時に、このバルーンですね。そう、バルーンとか、まあ、ラバとかは結構ね、止まんなくなるんじゃないかな、というわけで、このバルーンね、おすすめでございます。ぜひ使ってみてください。というわけで、終わります。よければ、チャンネル登録、高評価ね、コメントの方もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。